どうも影アンです、えー、人間っていうのはね、えー、意識すると、えー、拡張するというか増えるるっていううとがあると思うんですね、えー、例えばですね僕で言いますと昔あのウ、ー、ォルクスワーゲンのねあのゴルフに乗っていたんですね。でウォルクスワーゲンのゴルフいうのは僕の中で珍しい乗り物やったんで皆さんは知って ておられるかもしれないんですけども僕は珍しくてですね乗ってた時はちょっと俺ゴルフ乗ってんやみたいなこう感じがあったんですそうするとそうやって車を走らせているとね、えー、ホルブスワーゲンのゴルフを見る機会が増えるんですね えー、今まで意識していない時は全くスルーやったんですけども意識するようになるとフォルクスワーゲンのゴルフをよく見るようになるとかね、えー、例えばその仏壇屋の話をね、えー、していた時にね、えー、車を走りながら仏壇屋の話してたら仏壇屋が目に入るとか。 いう感じでですね、その人間というのは意識することが増えるというか、あの拡張するっていうことがあると思うんですね。えー、それをねうまく利用するというか、そのそれを利用した利用するためにですね、えー、感謝しなさいという感謝するとそれが自分のためになるっていうことなんですね。で感謝するっていうのは意識しないとね感謝できない。 こととがあると思うんで「すねで感謝することによってですね、えー、それを意識するので感謝することが増えるんですね」で増えるとですね結局その気持ちが、えー、その感謝の気持ちがたくさん増えるとそれはやっぱ幸せになるんですよね。で幸せになることによってやっぱ自分がそれが「得という言い方が合うてるんかわからないんですけども得する気持ちになるんですよね。だから例えばそその家族がですねコーヒーヒを入れれれてくれたとでそれは当たり前 何やと思うか感謝するかそれはもう気持ちからですよね えー、形状じゃなくてね、えー、心から心からっていうとその大げさになるんですけども気持ちからね、あのー、その家族に対してね感謝するで感謝を述べるということをすることによってですねその感謝が増えるんですねでまたトイレ掃除をしてくれてありがとうとそういうところに目が行くようになるでそ,のそうしていくとその家族が生きていること自体にも感謝するようになるとその人をもう大事にするとで大事にされると相手も、えー、嬉しいから こっちを大事にしほんでこう連鎖が起きて感謝,が感謝で心が溢れるというかで嬉しい気持ちになるっていうことがあると思うんで。 感謝しなさいと感謝するとえ自分が得をすると思うんですね僕は。結局は感謝すするることとが得をすると思うんですよねで例えばそのマイナスの感情というか相手にこう嫌な感情をえ意識を向けてしまうとですねえそれが結局増えてしまうんでそれはやめましょうということそれは結局自分のためになるんですよね。自分のためにやめましょうとそれよりも感謝するえーところをえ見つけるかもうその人からは距離を取るというか。 距離を取ることによって、あのー、意識しないで済むんでそうしましょうということですね。で感謝するっていうことを他に言いますと商売でも当てはまると思うんですよね。商売でもお客さんが、えー、来てくれたことに対してですねご来店してくれたことに対して、えー、感謝することによって、えー、お客さんは、えー、増えていくと、えー、僕は思います。というのはね、あのー、表面上ねありがとうございましたとか何かこう表面上の言葉で、えーあのー、感謝を、えー、してもですね なななかかか増えることは難しいかもしれないいもれんですそれでも増えることはあるかもしれないんですけれども心からねお客さんが来てくれたことに感謝しそ,れがそこに意識がいくとですねなぜかね、あのー、感謝したい。 ななるるよううこととが増えるという結局お,お客さんが来てくれたり他のその商売のヒントを与えてくれたりとかですねそういうことをしてくれるようになると思いますだから僕の場合で言うとお客さんが来てくれたことによってね増えたサービスっていうのがいろいろあるんですね、えー、玄関のえところにね靴を履くところがあるんですけどもそこでねお客さんがちょっと手すりを持ちたいような動きをしたんでそこに手すりをつけたりとかですね そうすることによって、ね、お年寄りは、えー、安定して靴を履くことができるということになって焦げたりとかそういうことをしなくなるようになったとそれもそのお客さんの動きによってあの僕がそのサービスを、えー、加えることができたんでねそういう感じでねサービスがよくなるとそういうのをしっかり見てくれるお客さんっていうのはいるんで結局あの徐々にですけどねじわじわとそのお客さんは増えて いいいくとととうことになると思いますんで、えー、商売してる方は特にですすねあの感謝を、えー、よくした方がいいいと思いますもちろんねあのサラリーマンの方も感謝することによってね自分の仕事がはかどったりとかですね、えー、そういうこともあると思いますんで、えー、感謝っていうのは、えー、自分のためにもした方がいいとでそういうことに意識を向けるっていうのが、えー、大切なんじゃないかなというふうに、えー、僕は思います。ということで、えー、感謝 自分のためになるということについて今日は僕なりの考えをお伝えさせていただきました。ということで今日の動画は以上となりますありがとうございます。